ための地方区画の標準規格である。ユーロスタットが EU 加盟各国に対し、ナッツ1からナッツ3までの3レベルの区画を設定している。それぞれの区画は以下の人口規模が基準として掲げられている。2011年末まで適用される2006年版の規格において EU 加盟国地域は、 ナッツ1で97個の区画に、ナッツ2で271個の区画に、ナッツ3で1303の区画に、それぞれ区分されている。ナッツは EU の地域間格差解消のための補助金にあたる構造基金の配分に利用されている。ナッツは基本的に各国の既存の行政区分と行政区画をもとに編成されているが、適当な規模の区分、区画がない場合には、 新たな区分、区画を作ることもある。例えば、フランスやイタリア、ギリシャ、スペインなどのナッツ1である。人口の少ない国では、上位レベルの区画を行わないこともあり、著しい場合は、ナッツ3のレベルまで一国一区画というケースもある。また、人口の目安は、必ずしも、厳格に適用されているわけではなく、人口約50万人のコーンウォール州も、 一千万人、近いロンバルディア州も、共に、ナッツ2の区画となっている。EU での統計のために開発されたものであるため、詳細にカバーしているのは、EU 加盟国の地域のみである。ナッツと同様の統計システムコードアり当ては、EU 加盟候補国や欧州、自由貿易連合加盟国でも行われているが、ナッツのシステムの正式な一部とはなっていない。 ナッツのコードは国名を示す2文字から始まる。これには ISO3166 から1の2レター、国名コードが使われている。それぞれのレベルの地方区画の表示には1文字ずつが割り当てられる。区画を示す数字は1から用いられ、例は上位区画を示す。コード割り当ての実例を示せば、以下の通り。 EU 加盟国地域に適用されている3レベルのコードの他に EU 加盟国以外の地域を示す2レベルのコードも設定されている。大陸を示す、アルファベット2文字と国名を示す、数字2文字で国と地域を示すほかアメリカ合衆国、カナダオーストラリアに関しては州ごとにコードが割り当てられている。いくつかの変則的な事例もある。 ジブラルタルは EU に含まれないとして、EO21 を割り当てられているが、フランス領ア穴は、フランスの領域として、FR930、南アメリカの一部として、AS13 と20のコード割り当てが行われている。ナッツは、ISO3166 から1やアメリカの、フィプス10から4規格とある程度同じ区分を行っている。3レベルのナッツを掲げる。 かつては、ナット4、ナット5と呼ばれる単位があったが2003年に廃止され、現在は、付随企画である、ローカルアドミニストレーティブユニットの2つのレベル、ラウ1、ラウ2となっている。ナッツは、1970年代からユーロスタットが、統計のために使用してきたもので、ユーロスタットと加盟国との、新種協定の下で随時更新され、運営されてきた。 ナッツに法的地位を与えるための協議は2000年春から進められ、2003年5月に規則ナ、no. ンバーワン059-2003が採択され、2003年7月に発行した。ナッツは少なくとも制定後3年間は同一性を保つよう定めており、期間終了時に欧州委員会によって区画の見直しが行われる。2003年版のナッツは、 2008年1月1日から、ナッツ2006に置き換えられている。ナッツ2006の次の企画となるナッツ2010は、規則の31-2011によって採択されており、2012年1月1日から導入される。イントロダクションナッツ、ノーマン・クラーチャー・オブ・テリトリアル、ユニッツフォース・タティスティックス・ユーロスタット、英国国家統計局。 ヒストリーオブナッツナッツ、ノーマンクラーチャーオブテリトリアル、ユニッツフォースタティスティックスユーロスタット。ありがとうございます。